何をする場合でも現在恵まれていることに感謝しなさい。つつましやかに感謝の念を持って生きるようになったら、どれだけ人生のスケールが大きくなるかわからない。自分自身を自分自身が磨かない限り、自分というものは偉くならない。あなたの肉体を活躍せしめるものは、あなたの心である。いつ、いかなる時といえども、心の尊さと強さと正しさと清らかさを失っちゃいけないよ。寝床では、考えれば考えるほど嬉しくなること、思えば思うほど楽しくなることだけを考えてごらん。月を見ても、花を見ても、ああ、綺麗だなと思うのは、あなたの心である。明日、死を迎えるとしても、今日から幸福になっても遅くない。出世する人、成功する人は、その心の内容が極めて積極的である。人生は何を置いても、体力、胆力、判断力、断行力、精力、能力の6つの力を作らなければならない。幸福や幸運というものは、自分が呼び寄せなければ来やしない。教わった通りに実際に歩き出さなきゃ、目的の場所にはつきっこないよ。何の努力も実行もせずにいて、自分の夢や希望が実現するなら、人生なりも苦労しやしませんよ。あなたの思いや考えが、現在あるがごとき、あなたにしている。たとえ身に病あれど心まで病ませない。運命に非なるものあれど心まで悩ませない。怒ることがあるから怒るんだ。悲しむことがあるから悲しむんだ。ということじゃ人生に幸福なんて来やしないぜ。人生というものはそこに進歩と向上があってこそ生きがいを感じ、勉強もし、努力もするんだ。敵は愛すべきもんだ。敵があって初めて自分の価値が定まるんだから。憎い人があろうはずがない。あなたが何か憎らしいことを考えているだけだ。どんな名医や名薬といえども、楽しい、面白い、嬉しいというものに勝る効果は絶対にない。悲しいことや辛いことがあったら、いつにも増して笑ってごらん。悲しいこと、辛いことの方から逃げていくから。笑いは無常の競争剤であり、また開運剤なんだ。人間は怒ったり争ったりするために生まれてきたんじゃない。良い時に感謝しないんだから、悪い時にはもっと悪くなるよ。現在感謝でいくと、そりゃあもう一秒一秒が楽しく生きられる。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私を勇気づけます。それでは次回の動画まで。さようなら。